甘っ。こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ゆうやでーす。以前ね、覚えてますか、この動画。ドッキリをかけられちゃったんですけど、本来の目的はね、辛口と甘口のカレーを混ぜて中辛になるかっていう企画だったんですけど、そうで以前ね、食べたじゃないですか、ココイチの激甘激辛カレー。果たしてね、激甘カレー激辛カレー、これ混ぜても中辛になるのか、ご甘とご辛混ぜたら中辛でしょっていうね。そう、こちらの方で、ね、検証していきたいと思います。そういうこと。よし、でまずはで普通ね、普通って書いてあるの。だからご辛ご甘の間、普通。じゃあいただきます。カレーんだけど、普通にカレーですからね。辛くない？うん、確かにこれは中辛よりは辛い、うん、普通の中辛よりは。うちの出てくるカレーより辛いもん、これ。それわかんねえけど辛いよ。確かにこれ。じゃあ、次混ぜたのいきますか。今回、こちらをご用意いたしました。甘口、ご甘です。と5からを用意しました。ほら、見て、あっけえ、あっけえ、あっけえんだけど、この辛いのデスカレーをそのドアマカレーに混ぜます。辛いよ、5からと5アマ。はい、いただきます。うーん、ほら、ちょうどね、混ざる量になってる。やば、これ甘いんじゃないの？赤みはなくない？ほとんど若干消えた感じがするな、確かに、うん。今もお昼も過ぎたことですしね、食べたいと思います。これが混ざったやつな。いただきます。ちょっと待って、中辛から食べた方がいいんじゃない？もう一回、もう一回中辛いきますか、うん、まずね、とりあえずもう一回中辛をね、食べます。はい、中辛の味をね、覚えておかないと。おいしい。なるほど、なるほど。この辛さを覚えても、まあ、いきますか。いただきます。いただきます。いただきます。甘っ。辛っ。うわ、これ辛っ。これやばい辛いね。騙された。ルーは超甘い。あ、俺ね、辛いの食べるとしゃっくりが。ルーやっべえ甘いけど、後味すっげえ辛い。てか美味しくね。甘いんだけど、ルー甘いけど後味がやばい辛い。今まで一番きつい企画更新しそうなぐらいきつい。富士山超えてきた。富士山は余裕で超えたもん。甘いと辛いって同時に両立するんだと思う。ほんとそうだよね。やばい、すげえ。すげえ、やば。インドでマジカレー食ってきた。あ、なるほどな。舌が超えてる、逆に。まずいカレーってどんなの、感じは。まずカレーの中身が何もない。豆、ごちそうさまでした。前は辛口と甘口に混ぜたら中辛になったんだよね、ほぼね。そう、ココイチのカレーは全然違う味が。もうね、食べてて分かるけど、多分ご辛とご甘で材料が全然違う気がする。ほんとそう、なんかルーだけは甘い感じなのよ、すごく。だけど辛みが後からガーンってめっちゃくる。イメージするなら、練乳食べてるのに唐辛子の味がする。美味しくはないです。いや、これ本当にね、やめた方がいいと思う。前よりやめた方がいい、うん、前の10辛案件より本当にやめた方がいいっていうことをね、身をもって証明できたんで、いい動画ですね。だからココイチで混ぜる食べ方やりましょう。やりましょう。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。なんだ、こっちか。ありがとうございました。ありがとうございました。ココイチで中辛食いてーってなっても、ごめんなさい、中辛切らしちゃってるんですよってなった時ね、あるかも。
しれない。ねえよ。ねえな。